かせてください。ほらほらほら。守りますから。ほらほら。本当かね。不安からですよ。視点の方なんで。ああ真剣そのものですよ、斉藤さん。スムーズな飛ばしを見せてますね。さあ始まりましたテリー土屋の車の話。いや長い長いバカンスです ねまたすいません代役で来てます。私がまたまだ帰ってこないレギュラー取れそうかな。いやちょっと待って、あのテリーさんはちゃんとレギュラーにしておいてください。あとで何か言われても困りますね。そりゃそうだ。何今回は、今回はね愛車 TA バトルです。何それだ。タイムアタックです。あタイムアタックです。はい、正解、ええ。はい。タイムアタック。ね、でも以前ね、番組で愛車 TA バトルと題しまして、はい、プロと大学生が大学生の愛車を使ってタイムアタック対決したじゃないですか。うんうんはい、で今回は本庄サーキットのコースを使いまして、うん、プロと挑戦者による一周のタイムアタック対決をしていただきます。車は？使用する車はプロ。挑戦者ともに挑戦者の車になります。やっぱプロがちょっと不利ですね。なるほど、うん、ははでさらに今回はですね挑戦者はプロに2勝すると土屋さんへの挑戦権を獲得できるんです。俺に挑戦して何がしたいんだよ。だいたいさ、はいうん、現役が早いに決まってんだろ。いや、絶対わかんないです。で今回ね番組 SNS で挑戦者の募集ってやったんですけど、うん、ものすごいたくさん、やっぱ来たんですね。そうなんですよ、応募が来たらしくて、ああ応募していただいた皆様ありがとうございます。本当に本当にね、はい、すごいですねこの番組もね。すごいっすね。だからやっぱさ、うん、アマチュアなんだけど、うん、プロに負けねえぞってやつがいっぱいいるってことだよ、世の中。そういうことか。ね、うん、じゃあちょっと土屋圭一ギャフンと言わしちゃってくださいよ。あいいじゃないの。その前にまずほら門番の方がいるわけでしょ。そうです、門番がね、はい、いるんですよ、プロ4名、はいはい、まずご紹介したいと思います、はい、まずは e スポーツレーサー兼リアルレーサーの富林祐介さんです。よろしくお願いします。はい、続いてレーシングドライバーの久保凛太郎さんです。よろしくお願いします。昔は GT ドライバーだったんだよ。昔って言わない、昔って言わない。何か今86 BRZ で一番速いって言われてんだよ、はい、そうですよ、それは当たり前でしょ。今初めて聞きました、ね、ありがとうございます。一応ほらよいしょ、あよいしょ、ね、続いてラリードライバーの新井博樹さんです。よろしくお願いします。博樹が有名だもん、まあ、有名ですよね。博樹は世界の新井博樹。いやそうですよ、そうですよ、はい。そしてまたこれ世界ですね、はい、グランツーリスモ世界チャンピオンの山中智明さんです。山中早いから、はい、でですね挑戦者はくじを引いて、はいはい、この中から対決するプロをまず決定します、はい、で2人のプロに勝つと土屋さんと対決できると、うん、まあ土屋さんにも行くまでにも四天王がちょんちょんとやっちゃいますから。本当かね。不安からですよ、視点の方なんで、ね、はい、任せてください。ほらほらほら、守ります。ほらほら、土屋さんを守るべく。お前が一番危ない、ね、まあ、でも 86BRZ だったら凛太郎が一番速いと思う。ほらほら、愛車何で来るかね。どうですか、行きましょう。ね、やってやんよって感じです。あら軽いわ、軽いわ。大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな。富林だって今 GT ドライバーだからね。そうですよ、GT カー来たらね、一番も GT カー来たら、そうです、GT カー持ってくれてやばいわ。ないとダメなの。いやでももしかしたらお前ポルシェの GT3 かなんか持ってくるわ。そしたら任せてください。そういうドライバーもいるかもしれない、うん、そうですね、ね、はい、どうよ富林。まあ誰が来てもやってやんよ。みんな悪い影響受けてる。光が微妙ですね。全然なんか頼りになさちゃんと守ってくださいよ皆さん。四天王で守ってくださいよ土屋さん。じゃあね早速一人目の挑戦者の方に登場していただきたいと思います。はいはい、車は何乗ってんですか。ZN6 の86です。お来た。これは来たな。ねこいつに乗せると。前回のクラッチ踏むよこいつ。愛車がちょっとやばいことになっちゃう。ミッション壊れるよこいつに乗せると、はい、大事によろしくお願いします。大事によろしく。いいですね、まあ、くじ引きなんでね。いやもうこれレース始まる前から駆け引きありますね。そうですね。だけどさ人の車で全開シフトやんないでしょ。まあ普通は ね、まあ、ね自分の車だけにしなさい。いや本当ですよね。直して板金で直んねえよ。板金じゃない。斉藤さん今までのレース歴とかもしあったら教えてください。本当に 2,3 年前ぐらいにやっと車をちゃんと走らせるような感じになって、うん、今ちょこちょこ走行会に行ったりとかして、はい、どこ走ってるんですか。ここと TC 線にたまにと TC 線
本当にたまにと、はい、あとはもう本当レンタルカートとかがメインで、はい、やってますね。誰と勝負したいですか。どなたでももうなんかすごすぎてなんかもうあれなんですけど、誰でも来いってことで、ね、いやいや捉え方がさ、捉え方がいやらしいのよ。はい、はい、おそれではじゃあカメラにそれ見せていただいてお願いします。カメラどうですか。せーの、あ、山田さん、これです、これ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 なんです、これなんです、ね、いいとこ選んだね、これです、これです。ここからの実況は元祖闘魂ビンタを受けた男佐々木正弘がお伝えしてまいります。じゃあ佐々木さん、今日はビンタ誰もしないんで大丈夫です。はい、まずはプロドライバーの最初に山中智章さん、では中継をつないでみましょう。リポートしてくれるのはスーパー GT のレースクイーンの江崎ロアさんです。まずは山中選手に意気込みを聞いていきます。山中選手どうですか。まず一言いいですか。はい大丈夫です。待ってる間にめちゃくちゃ熱くなりました。だいぶ長い間待たされてましたね。できる限りこのアウトラップの一周で感覚をつかんで、いいアタックをしたいと思います。頑張ります。してるというか、うわ、なんか初めてのことで、なんか警戒に行ったように、ちょっと立ち上がってみてください。警戒に行ったね。見えますか。まあだから車を見たブレーキがどの程度効くか効かないか。はいはいはい。ああ。ブレーキが重要。タイム詰めるのブレーキだから。今1コーナー曲がるだけでも1回ブレーキ効く。この86はよくブレーキが効くんですか。と思っています。普通にやっぱ人の車の時最初ブレーキか。ブレーキブレーキ。あー。そんな大事なんですか。大事大事。あとはブレーキの動力に対して的確に車速が落ちてるかどうかっていうことが重要。理想と現実がぴったりはまるかってことですね。そうそう。もうそれだけでキレが違うわけですね。違いますね。いや、なんか人の車なのになんかボケロンねえぞみたいな走りしてますね。すごい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 、やばいやばいやばい、スタートしました。早いよ、気合入ってますね。いや、めちゃくちゃ気合入ってた。早いよ。いや、もうね、安心して楽に走るのかと思ったら違いますね。ああ、真剣そのものですよ、斉藤さん。すごく速い、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 すごい。いや、速いよ。さあ、50秒切ることができるのでしょうか。切る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 、おー、すごいな。おお、攻めるね。切るね。いやいや、もう思わずね、言葉が出なくなりましたね。これだけ真剣に走ってるのね。いや、切れ切る。うわー、あ、ちょい膨らんだか、最初。どういうことかな。土屋さんをして、綺麗な走行ぶりだというふうな言葉が出てます。さあ、カムラクコーダス、今コーダス。さあ、結果20切りました。綺麗でした。そうですか。いや、すごい。一発目の S 字の一発目でちょっと角度つけすぎちゃったかな。そうっすよね、っていうぐらい。そうなんだ。あとはね、大きなミスはない。さあ、それでは山中さんのタイム、はい、発表してください。いきます、ドン。うわー、48秒440秒。それでもミスったって。さすがですね。さあ、挑戦者のね、斉藤さん、どうですか、この数字を見て。いや、もう大プレッシャー。あ、プレッシャーを感じますか。やっつけようよ。やっつけようって言ってるんですよ。来ちゃうんですよ。俺のとこまで来てよ。来い来いと、カモン土屋と。いよいよこの48秒440に挑戦する斉藤さんであります。はい、ハイカーだからね。ハイカーですからね。そうですよね。もうそういう意味では気持ち的には落ち着いてね、走ってるかもしれませんけどね。ただ先ほどのね、はい、山中さんのあのタイム見てますからね、はい、あれを見るとやっぱりご本人も言ってましたけども、プレッシャーかかりますよね。デフ入ってる。デフは入ってないと思います。しきりにあの車は冷やしてからスタートということにしてたんですけどね、どうでしょうか。このライン上手いっすね。上手いっすね。難しいんですけどね。まだレースに出たことないっていうことなんですけどね。まあ、ここを言うかもしれない。そういうことでしょうね。上手いな。いや、上
さあ、皆さんのうまいうまいという声を背に、いよいよスタートを切ります。今スタートです。さあ、どういった勝負に出ますか。タイムばかりにとらわれず、友達と一緒に楽しみながらカートや車をやっていますというのんびりしたコメントを出している割にはスムーズな飛ばしを見せてますね。何かなんかね、うまいよね。そうですね。ちょっと持たないですね、今ちょっとね。僕の目にでも分かりましたね。落としすぎだな。落としすぎだという声が飛んでいますが、果たしてご自身ではどうでしょうか。ブレましたね、今ね。ちょっと大きくブレてしまった。さあ、拍手が送られていますが、検討した結果はどういった数字につながるか。今ゴールです。あれね、諦めちゃダメなんだよ。そうですね、難しいところですね。そうかそうかそうか、うん、S 字の2個目で振られて諦めちゃったよね、もうね。ああね、これはひょっとしたらタイムを見るまでもないっていう結果になっちゃったかもしれませんね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうしたんですか、塞い込んじゃってちょっと、はい、一緒にまとめることができなかったです。すいません。もうやっぱり最初の数字はご自身にとってプレッシャーになりました。すごい。やっぱなったんですね。でも、あのスタート直後はどうだったですか。いけるかなとひょっとしてこう思うところはあったじゃないですか。そう、ちょっともうなんだろうな、自分の中でベストを尽くせたらなと思ったんですけど、うん、いつもこうなんですかね、一周でもなんだろうな、この一周だけでやるっていうことをちょっとまだやってないくて。ああ、そうかそうかそうか。うまく全然まとめることができず、ね、ちょっとミスばっかりで、ね、すいません、まあ、とりあえずタイム見ましょうよ。はい、タイムを出していただけますでしょうか。申し訳ないです。はい、どうぞ。ああ、そうですか。7秒ぐらいですか。そうですね。ね、まあだからね、今まで自分でこの本社を走ってきてベストが49秒台、うんうん、だからそこから考えるとやっぱり山田のタイムを見て、うん、あそこ行けるんだっていう、うんね、そこで無理しちゃったよね、はい、あ、そうかね。ただあの数字を見るとですね、あのゴジラ松井の背番号55と同じですからね。どんな繋げ方なんですか。ヤンキース行かないでしょ、こっから斉藤さん。ヤンキース行かないです。いや、斉藤さんの未来は55。なるほどね、なるほどね。ということで、ご苦労様でございました。はい、ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。